ジョバンニ・メルキオル・デ・ボスコは19世紀に活躍した北イタリアのカトリック司祭教育者カトリック修道会であるサレジオ会扶助者聖母会の創立者カトリック教会聖公会で聖人でありカトリック教会では出版関係者の守護聖人記念日は1月31日ヨハネ・ボスコは1815年8月16日 ピエモンテ州、カステルヌオボ郊外、ベッキ村で生まれた。1835年から1841年まで、キエリの大宮学校で哲学、進学を学んだ後、1841年、当時のサルデーニャ王国の首都トリノで1841年主催に除海された。19世紀後半のイタリア統一運動と産業革命の中で、 青少年たちが放置される現実に直面し、最も貧しい青少年たちのために生涯を捧げることを決意。1859年にサレジオ会を設立し、1869年に教皇から正式認可を受ける。1872年に扶助者聖母会を設立。1874年4月3日、サレジオ会の会見が教皇から公式承認され、 会は、教皇直轄の修道会となる。学校事業、社会事業を通じて、多くの人々を導いた。1888年1月31日起点。葬儀には10万人が参列した。1934年に劣勢。現在、サレジオ会の本部は、ローマにあり、ヨハネ・ボスコの理想を引き継いで、世界中で、青少年教育活動を行っている。 日本では、サレジオ学院、ヒモンや教会などが有名である。また修道所では、サレジアンシスターズが、整備学園などが運営しており、イエスのカリタス修道女会ともつながりが深い。ありがとうございます。